お腹が気になる人は腹筋よりも今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が気になる人向けのプランクを紹介していきます。通常のプランクではないので、必ず最後まで見てもらって一緒にやって身につけてください。今回は一呼吸を1回として5回でお腹にしっかり効きます。通常お腹を引っ込めるためには、腹筋の表面にある腹直筋ではなく腹横筋というのを鍛える必要があります。その腹横筋を鍛える方法としては、息をしっかり吐いてお腹を収縮させることがポイントです。そこで息をしっかり吐きながら、なおかつ動き続けることで、腹筋よりもしっかりお腹を引っ込ますことができるようになります。で、実際お腹の脂肪が取れなくてもですね、腹横筋が鍛えられると実質お腹は引っ込みますので、お腹の脂肪が取れない、お腹が引っ込まない、食べたり飲んだりしたらお腹がすぐ出てしまう、そういった方にはおすすめです。ではやり方を説明します。初級編、中級編と2つ紹介していきます。まず通常のプランクはですね、肩の下に肘をついてこのように体をキープするんですけども、今回はまず初級編、膝をついた状態で肩の下よりも少し前に肘を置きます。腰をしっかり丸めてお腹を締めておきます。この状態で肘を手前奥、手前奥といった感じで肘の位置を動かします。ですので硬いところではなく柔らかいところで行ってください。肘を動かしますので、色の白い方とかはですね、肘が黒ずんだりすることがあるので、しっかり柔らかいところで行ってください。肘を動かすことによってお腹が締まった状態から肘を前に出すとお腹が伸ばされます。その際にアイソメトリック収縮といって力の入った筋肉が伸ばされますので、しっかり鍛えられます。これを息をふーっと吐きながら動いていきます。それを5回です。上級編は膝をつけずにこの状態で肘を前、手前というふうに動かします。手前にするときにお腹が緩みやすいので、お腹は必ず力を入れて引っ込めたまま肘を伸ばす、肘を戻すといった感じで行ってください。肘を伸ばした際にですね、腹筋が引っ張られる、腹筋が破れそうっていう感覚があったらちゃんとできてます。ですが、お腹に力がかかってない、お腹に効いてないっていう気がする方は、腰が少し反れてます。こういう感じの腰が反れてますので、お腹をしっかり締めて、お尻を締めて動いてください。これを息を吐きながら5回一緒にやっていきましょう。今回は皆さんと一緒に初級編でやっていきます。腰をしっかり丸めてお腹を締めて、ここから息をしっかり吐きましょう。いきます。吸って吐きます。あと3回です。ラスト。お疲れ様でした。今みたいにですね、腹筋っていうのはお腹の力を入れて抜いての繰り返しなので、腹筋よりもですね、こういったプランクで肘を動かすことによって、肘を動かした際の振動で負荷がクックッと上がります。プラス肘を前に出すことによって腹筋が伸ばされて、さらに腹筋に効かすことができます。なおかつ息をしっかり吐いてますから、腹横筋にアプローチができて、しっかり
終わった後や翌日にお腹が締まった感じがしますので、これを毎日でもねやってもらうことで腹横筋がついて、今ある脂肪の状態でもですね、お腹の脂肪の状態でもお腹を引っ込める姿勢が良くなることによってウエストが細くなります。腹筋やプランクなんかじゃお腹なんか引っ込まないよ、脂肪はどうせ減らないよって思ってもですね、引っ込みます。ぜひやってみてください。頑張った方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、ムシムシこれからも少ない回数や短い時間、ダイエットに対しての効果的なアドバイスというのをしていきます。チャンネル登録の方もよかったらしておいてください。ご視聴ありがとうございました。